シゲどこ座る？一番端でいいです。いやいや年齢順列で今並んでんねん。だから一番僕下ですよ。そうそうそう、そうやねんけどさ、いいですよ。なんかでもガチャガチャ真ん中で、いやいやいや、あの西崎さんとかいじってくれたら、こっちからこっちからいじるあのゴルフ場で多分いろんなコンペ立ってます。それは大丈夫です全然。僕はその辺はもう大人なんで。谷田さんと谷池さんも喋ってる姿がよく想像つかない。あ全然喋りますよ。てっちゃんはここの2人はしゃべしゃべって見たことないな。あそうそう、でも、まあ、2人とも大丈夫ですよ。おはようございます。お願いします。3人一緒ですか？僕1個下。荒木さんの、そう、ここが昭和で言うと39年。ああ西脇さんはもう田舎のヤンキー瀬田工業。瀬田工業、違う、愛工大。おはようございます。お願いします。よかった。誕生日どっち上ですか？俺4月。あ負けた。あここの2人の同い年に会えるなんてね、一緒に喋ることなんてね、考えられないからね。普通に喋る関係ですか？普通です。大丈夫。あのなんか線あるようなないよ。大丈夫です。いや仲良しではないけど仲良しじゃねえんだ僕あの中学一緒ですか？中学の後輩なの。中学一緒です。同じ中学。マジですか？調布人材中学。知らねえ僕はあの最近で言うとサントリーモルツで始球式の時にナノポーズやったんですけど、はい、この人にやれ言われましたお前やるよって言われてでもあれでちゃんとねニュース、そうそうそう、ニュースになるでしょ、はい、OB 会長ですからね。名前だけね。え今 OB 会長なんですか？そう名前だけ。名前すごいじゃん。名前あんなに契約更改で暴れてたのにだからお前がそれニュースでやるから俺言われんのやったよ195万回回ってます。あすごい。あのこの叩き写真俺自分であげようかな。あれそう自分であった方がいいぞ。俺今日途中寝てるかもしれないねこんだけ喋る人がいる。じゃあ今日の、はい、テーマ、はい、ちょっと待って俺もよく分かってないんで、はい、今日は何ですか？アワード、はい、ちょっと一応俺2000と6000に投げてんだよ俺は投げてんの本人がいたところですいませんでした。だからいたんだよ。だから荒木さんいたもん。お前もいいよ。いやいたわいたじゃあ皆さん今日はよろしくお願いします。この番組恒例なんですけども自己紹介ついでに生年月日言ってもらうと、昭和39年4月13日58歳になりました。西崎幸洋です。僕の一つ上になります。はい、はい、荒木大輔です。西崎と同じ昭和39年、5月6日生まれ58歳です。お二人とも高卒でプロですか？いや僕は大学です。大学、はい、西崎さんの大学時代なんてほんまちょっとしたヤンキーですからね。マジでおいこの話もう先に紹介先にしていい？俺ね、なんでやねん。先にやるもう本当にもうじゃあ飯田さんから。はい、飯田哲也、昭和43年5月1854歳です。1970年12月21日伊手座 A 型A 型なの？犬年です。へー。 A 型ってなんかね僕あんまり見られないんですよね。見えないよね。なんか野村監督やったら絶対言うよ、あいつ何型やって絶対言うから。ほんと血が好きですもんね。大好き。まあ AO の A なんで。あー、はい、O が入ってるとかね。ちょっと O が、まあ、それなら納得とかなんか意味わかんないけどちなみに俺 B です。 B 型 A、はい、A 型 AB です。あ僕 B 型です。ヤクルトも AB 型も多かったよね結構ね。池山さん、橋上とかね、橋上さん、それなんか知らんけど野村監督が好きやからね、みんな結構チェックされんだよね。すごいですよ、あいつ何型やって言ってちなみに野村さん B 型なの、B、だから僕 B 型やから結構可愛がってもらって、最終的にはまあしょうがないなとか言われるんだよね。そういうとこあれよかったわ B 型で。じゃあ荒木さんはあれですか、あんまり合わなかったんですか？俺だって嫌われてたもんそんなことない。救世主ですか荒木さん？いや救世主でしたね。92年なんかあんなとこ最後出てきて、はい、江藤から三振取るっていうこのもう大エピソードがありますから。嫌われてるからそういうところで使うのこれめちゃくちゃなところで。でもあれですよ、あの日本シリーズ先発しますからね。だから93年に初戦ですもんね、うん、そうだからほら開幕使うじゃん、嫌いだから
嫌いだから。よっぽど嫌われてたよね。そう、潰しにかかったよね。それは直接話した思い出はあるんですか？ほとんど話してないです。その先発言われた時も初戦って言って終わり、もう頑張りも何にもない。ないですよね、あの人と普通に喋れないですよね、野村さんとは。ああ、そうね、まあ、俺もそうだけど。あ、でも僕はまあ結構喋った方で怒られたっていうのも含めてですけど、うん、野村監督 あのね男前嫌いなんですよ、うん、ほんまにな。だからちょっと嫌いの定義が違うでしょ、ちょっと。それあるよな。あ、これは分かるよな。男前だから、あのタレントさんと結婚したんで嫌いなんですよ。もう ピーばっかりになっちゃうけど。でも池山さん仲良かったんですか？いや、池もあんまり喋らない。池はあまりかっこよくないでしょ。いやいや。ちなみに谷繁さんって野村さんとのエピソードも、まあベンチからよく声は出されてましたけどね。僕がね、インサイド、バッターのインサイドに構える時に癖があったんですよ。でその癖をまあ見られて、僕がインサイドサイン出すでしょ、でちょっとした瞬間においっつって、っていう風にね。よくあの野村さんは続きの谷繁ってね、うん、ずっと言ってました。続き、だから球種をずっと谷繁ってしつこいから、もう球種を続けるからって言って、そのこれもでもか、これでもか、これでもかっていくっていう、はい、普通のキャッチャーって、こう、あ、こっち見せたらこっちとかって、まあ、そういう風に教育されるじゃないですか、うん。それをやっぱりちょっとひねくれてるから、あいつもどんどん続けてるから狙っていけっつって。いやでもね、あれ野村さんどっかであれにはやっぱり根拠があったんだろうって。いや、そうそうそう、はい、だからいい意味でよ、だから普通のキャッチャーはこうだあだがやるけど、はい、谷繁はそこがいけると思ったらグイグイ来よるから、はい、逆にそれは狙っていかんと。だから外来たらそろそろインコース来るかなって思っちゃうじゃないですか。でもあいつは来ないっつって。あの、もういけると思ったらどんどん行くからっていうタイプの人間だから。そうですね、やっぱりこうキャッチャー性格出るんで、はい、だから監督に怒られ続けたら、よく、まあ、いろんなキャッチャー、野村監督から原点はアウトコース低めだって言うから、怒られ続けたらアウトローばっかり出すんですよ、サイン。結局ね、怒られちゃうから、はい、でもそうするとなんかあいつは無難なリードしててまだ怒られるんですよ。その頃からね、やっぱりどっかで特徴を出していかないと。そうそうそう、天の弱っていうか、はい、ちょっと違うところをクカーっていくじゃないですか。だから生き残ってんだけど。僕ね、古田さんの後輩になる可能性があったんですよ。え、マジで？立命。あ、そうなの？そうです、そうです。あ、入ってなかったら？僕はあの練習行ったんですよ。あ、そうなんだ。はい。だから古田さんとはちょうど入れ替えいやね、ドラフトかかってるから行かなかったんですか？そうです、うん。古田さん、西崎さんとの対決は？対決はね、オールスターで対決しましたね、ぐらいです。はい。今の若い選手っていうか、若い野球ファン、西崎さんのすごさをよく分かってないと思うんで、ちょっと言っていいですか。西崎さんって、すごさですよね。すごさです、うん、大学4年の時に、めっちゃ怖いわ。愛知六大学、うん、そうそうそう、愛知六大学で、ね、23三振でしたっけ、はい、23三振取ったって記録持ってるんです。ほう、皆さん知ってます？27しかアウトなんです。1試合23三振取ったっていう大記録を持って、一躍全国区になったんですよ。愛工大にあの西崎っていうすごいピッチャーがおるって言って、でもうそれでも話題になるじゃないですか、はいはい、僕1個下で3年生だったんですけど、立命館大学時代で、ね、そうそうそう、はい、それであの名古屋に遠征行ったのよ、はい、で愛工大と試合する時があったの、うん、で愛工大と試合する時になって、みんなが西崎ってすごいピッチャー出てくるって言ったら、まあ、ベンチに入ってなくて、今日は投げないんだ、残念やなって、でも西崎どこにおんねんって、もうその時がスターだから、西崎どこにおんねんって言ったら、短パンサンダルサングラスにこうやって、おーいみんな試合してんのに、あれやんけ西崎っつって、ほんま、あのこれね、全然覚えてへんわ、後ろこれ、って頑張れよって書いて、もう柄の悪いあのね、サングラス、ちょっと薄めのサングラス、わかる？もうなんか田舎のヤンキーかけるよ、さすがに斜めじゃないですよね。こんなんで、あ、サングラス、とか入ってきたら、いや、あの俺目悪かったから、あのどつきのサングラスだったの、だからずっとつけたのよ、そう、サングラス、大学生サングラスでずっとやってたから折れへんやん。でね、秋の大会終わって勝ち上がってきたんですよ。で今度明治神宮大学で一部全国大会あるんですよ、うんうん、で明治神宮大学ってなんかね、前夜祭みたいなのあるんですよ ね、 あるね、あの開会式じゃなくて前夜祭があって、みんなあのブレザーのところもあるし、学ラン着てるやつがいて、で学ランの大学っていうのは大学生やから高校生じゃないから結構ピシッとしてるんですよ。もちろん上止めてるやつも縁談みたいな感じで、うん、でここ学生服、この人短ラン短ラン、ね、ここバーン前開けて、中ね赤のトレーナー着てる。ほんでね、あのベルト、俺も今でも覚えて、ベルトここからジャラってこう縄のベルトを、あこれが西崎やって、もう正直もう田舎のヤンキーがほんま入ってきたんですよ。30何年前でしょ。
すごい。みんな西崎って西崎短卵やんって言って一人短卵でちょっとボンダみたいな履いてもう一人ビーバップハイスクールやってるんですよ。すごい。いや裏になんか裏地がなんかついてるやつやん。あ、それ高校の時よろしくみたいな。めっちゃヤンキーじゃないですか。そうです。いやいやいや、シゲ言えないと思うよ。いやいやいや、僕はまあヤンキーさえ言えばシゲもなきゃ。いやいや、こっちはヤンキーさんの僕は田舎っぺですから。ほんで始まるわけよ、明治神宮大会でね。勝ち上がるんですこの人。しっかりもビシビシに抑えて決勝まで行くんですよ。で決勝行って駒澤大学ですよね。そうそう、為永さんのとこね。で駒澤大学がみんな優勝すると思ってるんですよ。やっぱり地方からできた大学と当時ね、六大学とか通ったから勝ち上がって駒大が勝つんやろうなと思ったら、一回初回に一番バッター戸栗さんにスリーベース打たれる。これ当たってるでしょ。そうっけ。そう、うん、俺覚えてないんだよ。一番バッターに戸栗さんっていうプリンスホテルの後に入る人がいて、彼にスリーベース打たれるんですよ。でノーアウト三塁、そこから27連続アウト取って優勝した。すごい。これ本当でしょ。優勝しましたよね。優勝した。優勝した。あ、でも途中で1個ね、デッドボールあるはず。1個デッドボール。それデッドボール大体できたの野村健二。そうなんです。1安打。そう、駒澤で、ね、1安打で優勝しちゃうの。それデッドボールあってごめんって言って勝ったのかな。伝説ですよ。それはドラ1なるわなって話で、そこでもうドラ1ですよ。当たり前やなって話で。西崎さんすごいんだよみんな。なんかさ、あ、なんかトレンディエース、なんかちょっとかっこいい感じでガーやってるけど、もどっちかってヤンキー上がりですよ、僕らから言わせれば。じゃあ西崎さんいつからトレンディーになったんですか。俺プロ入ってからよ。すぐ。そう、プロ入って、はい、なんかパリーグってそこまで有名じゃなかったね。で、出てこなかったテレビも、はい。でそれで何か話題作ろうとしたんやろな、はい。で日本ハム西崎がいて、近鉄阿波野がいてみたいな。で阪急星野がいて、うん、そんな感じでパ・リーグで結構セーブをね、はい、鍋とかいた細身でね、そう、細身だ、細身のピッチャーでいけるの大体全員をトレンディエースにしちゃった。そうね、そこからあれですね、服のセンスが全部変わったって感じですか。イメージないもんね、学ランとかで。ピッチャーの話からいきますか、最優秀、はい。